Now uh, let's get started the opening keynote. Mm -hmm. And I'm Yuichi Ito, the keynote session chair and the general chair. Mm -hmm. And I'm Takako Shinohara from Computer Graphics Arts Society. And? and I'm Keito Uwaseki, a student volunteer from Tohoku University. I'll be the translator for this keynote. So now we uh, have the translator. So. We talk in Japanese, and then uh, okay. he translates the, uh, our uh, conversation. Okay, mm -hmm. and uh, VRST 2021 welcomes Aimi Sekiguchi mm -hmm. as a keynote speaker. Mm -hmm. And uh, please introduce Sekiguchi-san. Mm -hmm. And she is a she is a VR artist who has produced VR art artworks and has produced performed mm -hmm. like paintings in various countries. In this keynote.

このキーノートでは VR ア,ト、えー、VR アートを楽しんでいただきながらその可能性を感じていただけたら幸いです。今、写真を撮ってくださっている方もいるんですが、えー、さっきありましたね、ぜひ「ハッシュタグ #ACMVRST」AC M で、えー、投稿してください。 今は、えー、ライブペイントをご覧いただいたんですが、えー、ゆっくり時間をかけて作った作品も、えー、紹介したいと思います。Just now, I このように時間をかけてゆっくり細かく作っていくこともできます、so、time, 拡大や縮小ができるので大きく拡大してまつげを一本一本描いていくこともできます、so really、example, one one. そしてこの中には心臓があったりします

もう絵を描くというよりも、世界を作るというような新感覚ですね。So、a new feeling. この世界には、私がいろんな日本の縁起が良いものを散りばめています。Uh, in this painting, この世界にににに入ったた。人に幸運が訪れまますよううという願い願を込めし最後にあのの掛け軸の中にに入れるようになっています。そういえばここに実はこっそり私がメッセージを残したんですね。 この世界に入った人に幸運が訪れますようにこれれは韓国人の人人のが一見つけて連絡をくれまし me. この絵は小さくしていくとこうなっています。 今、通ってきた道ですね。ご覧いただいたらわかるようにこう、まだまだ無限にキャンパスが広がっています。 こういった表現方法を通じて人々をまだ見ぬ世界に連れていけたらよいなと思って制作しています。 これは破れた、まあ、古い巻物を表現しています。これまでの常識とか古い固定概念ですね。それを突き破って次の未来に進んでいきます。その先には、 ままだ見ぬ幻想的な世界が広が広っています VR ゴーグルをかぶっている私にはまるで目の前に金魚が存在しているかのように見えています。俯瞰してみるとこういう感じですね。So

鳥取の砂丘は昼間は人気の観光地なんですが夜は何もない砂が広がっています。そこを AR グラスをかけることによって2050年の月面都市が広がるようになります。 To the lunar city. Uh, そのまあ AR グラスを使った実験はコロナ禍でもうすごい最小限の形で終わってしまったんですが、えー、きっとこれから盛り上がっているジャンルになるんじゃないかなと思っています。So this experiment ended only with a demonstration、uh, experiment because of the COVID, but、uh, these categories will be、uh,

この神社にまつわる逸話、まあ、どんな神様がいるかというのを絵で表現することによって現実の場所の見方が変わったら良いなと思いました。So 本当はいろんなストーリーがあるんですよ。源頼朝が。えー、夢の中で、こういう、あの、神様に会ってとかあるんですが、ここはちょっと。長くて、英語になるんで、割愛しましょう。うん、はい、はいえー、ということで。いろいろ。作品をご覧いただきました。さあ、イントロデューサーは、ああ、one of my,、uh, some of my works。 実際はね、ぜひ VR ゴーグルをかぶって見ていただきたいんですが、ちょっと今日はスライドを交えてお話もしたいと思います。こういった形で 私が VR ゴーグルの中で見えているのを合成してお見せすることが多いですね、これが一番伝わりやすいです。今日、このイベントを見ている方は VR に詳しいと思うんですが VR を触ったことがない人にもいかに可能性や面白さを伝えるかっていうのが大事になってくるかなと私は感じています。 そういった部分でもライブペイントには力を入れてます。私はいろんな国で先ほどのようなライブペイントのパフォーマンスをさせていただいています。 これはロシアでさせていただいたただののものになります。私はいろんな国を回ってみてこの国が評判が良かったこの国が反応が悪かったということがなかったことに VR はあの国境とか。 そういったこと関係なく、人間の心に響くものなんだと確信することができましたいろんなブランドやメーカーとコラボレーションしたクライアントワークも行っています。 そして、ことしからですね、NFT という新しい仕組みを活用してデジタルアートの販売も始めました。のの私 NFT 初作品はなんと1300万円で落札いただきました。デジタルアートはこれまで簡単にコピーができるので、それが素晴らしいものであったとしても、なかなか価値がつきにくかったです。 そこに NFT という仕組みでこのデータが唯一無二の本物で所有者は誰ですというのをデータで明確に見えることに,して見えることにより価値がつくようになりました。So, but using NFT, so t h i s a data has an owner and it makes it original.So,、uh, that's NFT's feature. この考え方は人によっては何それっていう受け付けられないようなものかもしれません。今はまだね。でも、この業界にいる私たちなら実感していると思うんですが、私たちの人生にはこれからデジタルがもっともっと増えてきます。So, そうなるとデジタルデータデジタルアートを売ったり買ったりする仕組みというのはおのずと必要になってきますなので NFT というものは、まあ、形が変わったりするかもしれませんが私たちの日常に当たり前に使われるようなものになってくると私は思います So、uh, NFT may change the shape but I think it will be used in the everyday life 今これをご覧いただいている VR の開発者の VR 開発研究をしている方にも私は可能性があると思っています listening here. ものすごく面白くて可能性があることだけどまだマネタイズする仕組みがないよねという研究をしている方はそれをアート作品ということで出品することにも可能性が見いだせると思います。 難しいことではないので、ご興味を持ったらぜひ調べて挑戦してみてください。So, it's so please not to do, out. it hard check また、私の美術館は、えー、VR チャットの中にもあります。 これはまあアバターで VR の絵の中に入って楽しんでいる様子ですね。So、avatar, 鑑賞するのではなく、その世界に入るという新しい体験ができる美術館になっています。So so this one's feature on the venice、uh, film festivals and the V. R. division. まだ私はこれに関してはマネタイズとかはしていませんが。まあ、誰もが、えー、アバターを持って。V. R. の世界でも生活の一部を生きていくという将来が来るでしょう。so now I'm doing this for free but there's a possibility that you can monetize or use tickets as uh, uh, by using the avatar V. R.。 まあ本当だったらこういう世界誰もが VR の世界を生きているっていう時代が来てから NFT のようなものが来ると私は思っていたんですがコロナが後押ししたのもあって NFT の方がだいぶ早く来たなという印象ですね。 また、先ほどご覧いただいたフォトグラメトリーの空間も VR チャットの中にワールドとして公開しています。So、before, いろいろな形で現実の空間とのミックスの方法もありますね。So そしてこういったものはごく一部の若者のものと勘違いされがちですが、私はご高齢の方にこそ活用してほしいなと感じています。これは以前私が介護施設で体験をしてもらった時のものになります。 そこにいた方は、えー、ほとんどが車椅子だったんですが普段段差があるところにも行けないのに見たこともない世界や宇宙に行けると喜んでくれました So they can't climb steps in real world but can't go anywhere and even go out <laughs> to space and they were happy 私はすごく幸せを感じたし将来私も動けなくなった時、えー 自分が、病室や部屋から出られなくても VR を通じて、世界とつながれるという、こと、を活用したいなと、思いました。So I was so satisfied, and I wanted to use it when I get old, uh, after uh, from the hospital or house or any p l a c e s また私は、今後は、こういった世界が来ると思っています。So I think 今、ホロレンズ2というデバイスで、えー、現実の空間にアートを投影してそれを iPhone で同期して撮影してます、so I uses the。ホロレンズ2のような AR のデバイスが メガネのような大きさになったときに、so like the, uh, glasses, 私たちの自分の部屋も、えー、教室もオフィスも街中もあらゆるところにデジタルアートが浮かんでいる世界が来ると思います。And and and はい、そういったことで人の

時間と入らせていただきたいと思います。が大丈夫でした。もう質疑応答の時間ないです。いや全然あります。はい、四十分ぐらいまでありますんで、あと二十分ぐらいですかね。あります。はい、大丈夫です。はい、素晴らしかったですね。いや、すごい、あの、なかなかやっぱ未来を感じるというか、おお、ツイートしてしまいましたけど。やっぱりね、あの、僕ら VR の研究者は、その使うことばっかりで、そどう使うかってあんまり。 考えないそう、いいううう出口もあるんだなというふうに感じましたね、うんはい、So As a VR researcher, I never thought of using, actually using those technologies and to work. 私は5年前から VR アーティストをしてるんですけど、うん、こういった形で VR のユーザーから仕事にしていくっていう人も、はい、えこれからどんどん増えていくんじゃないかなと思います。うんうん、so、I、started this activity five years there's there's spread ago,、うん、there a lot of, recently more spread of people I activity but recently a 5 はいありがとうございます。それでは会場の皆様それからディスコードで質問の方もお受けできるということでどしどしとお寄せいただければと思います。はい。OK、We accept、uh, questions from d i s c o r d so please input your uh, question uh, by a、uh, Discord. えー、とではでもあの私どもの方から一つ目はさせていただこうかなと思うんですけれども、えー、先ほどの作品たくさんの素晴らしい作品あのやはり 3D の空間の把握力というのが素晴らしいなと思って拝見していたんですがこれはこう何か練習であるとかあの心がけていることであるとか。 何かかかされていいいるんででししょょうううところはいかがもともと立体造形が好きだったのもあるんですけど、mm hmm. あちなみに、はい、3D ペンって知ってます まあ、プラスチックが熱で溶けて立体がかけるものになるんですけどそれで立体造形を作ってましたもともとそういうのが好きだったのもあるんですけど私は VR を始めてからその感覚はすごく高まったと感じてます。 So I loved that before, but I think I learned those、uh, techniques from the VR。VR をやり出してから、あの昔あの以前はどうしてもこの切り取った景色を見たとき、あこの景色素敵ってこの16帯級とかで切り取った世界を見がちだったんですが、360度より見るようになりました。 この景色す敵きだなって見た後にあでも足元に生えてるこの雑草もすごく味があって素敵とかこの動物お腹の裏の方こんなふうになってたんだとか見るところがちょっと変わりました。So I also see the bottom and I look at the flowers or see the bottom of the animals and those kind of different mm -hmm. animals. Mm -hmm. so, like, VRが, yes. So VR cha actually changes the uh scene, how to see in the real world. Yes. いろんな角度からものを見ようっていう癖がつくことは人生においてもすごくプラスのことじゃないかなと感じてます。 うん、本当に VR 始めて良かったと思います。はい、<laughs> I'm very happy to、uh, start using VR <laughs>、ね。やはり日々のね観察力っていうところで、はいね、ね、3D を把握すると難しいんですけど、うんね、まあ VR 空間ならではの、はい、難しさもあると思うんですけどね。うん、so it's hard to actually see the 3D、uh, spatial understanding, but using the VR, it makes it easier.

木口さんがその V. R. アーティストっていう、まあ、新しいこれまでにないジャンルをこう気づいてこられたと思うんですけれども。その V. R. アーティストになるまでのきっかけとか、経緯がとても興味があるので、教えていただきたいです。一番初めは、たまたま体験したら、空間に立体をかけるって魔法みたいで楽しい。 といいいう気持ちかから始めましししたたたそそててて仕事にになっていっっっののはそれを SNS 投稿していったのがきっかけですやっぱりこういうものづくりをしてるとわこれではまだまだだなとかもう一回やり直そうかななんて思ってしまうんですが。 載せてみたらら世界中から思っていたた以上に反応がありましそこぶん私,しし、so、私が3年間誰にも見せずに一人でコツコツ頑張るよりも 3年間どんどん出しながら作っていく方がずっと成長すると思うんですね。途中で傷つくこともあるかもしれないんですが、私は最終的に素晴らしいものを作ることの方が大切なので、そうするように変えました。 そして私のような私たち研究開発の皆さんもそうだと思うんですが私たちは変わったことをしているとすごいそういったことが大事になってきます。こ、so uh, like so、こういういいととは伝わりにくいんだとか、えー いや、ちょっと待ってください。これってすごく面白くて、新しくて、すごいことなのに、世間には全然伝わらないんだとか、え、これ大したことないのに、こんなに喜んでくれるのなんていうこともあったりします。So we don't know whether the ordinary people will be funny by something or interesting or not、uh, showing any expression.

こんにちは。えっとつくば台の前保と申します。あ<ー>、I'm Kichi 前保、with University of Tsukuba。あで質問なんですけど、NFT で売れたこと素晴らしいなというふうに思いました。Oh, <thank> はい。であのもうもはやこう VR 空間にお住まい、住所どこっつったらこう物理の方じゃなくてサイバー空間の方だと思われるんですけれども、<ー>えっと今後多分 VR 空間におけるサービスとか経済圏って増えてくると思うんですよ。うん、で アーティストとして多分サービスなので生産者サイドだと思うんですけれどもアーティストとしてではなくて VR 空間の住人としてお答えいただきたいんですけれども、うん、どういった VR サービスとかだったらば今後自分がペイする側消費する側になってもいいかなっていうことを見据えてらっしゃるかなっていうことを、うん、VR 空間の中に多分この中で一番住んでる方だと思うので<ー>ぜひとも教えていただけたらなと思いました。 Uh, so i thought the nat was wonderful. and so i think you live in the vr, actually living in the vr, not the real space. so for in the future, there may be a VR, vr service out. and so you are going to be artists, so you are making those things. but as a customer, what do you think, uh, what kind of vr service will be sold? Yeah. 現実の世界に現実の世界をそのままメタバース VR に持って来ればいいってものじゃないじゃないですかなので現実ではできないことをしたいですよねもちろん。なんか海外によっては海外とか人によってはなんか現実をそのままコピーしてこようとしたりしますよね。

本当はね、その人の体験がそのまま体験できるとかが理想なんですけどまず一歩手前のこんなこんな本が気に入って置いてるんだとかあ、こんなインテリアを使ってるんだとかなんかそういうものを味わえる空間があったらいいなと思ってます So I think it is more better to experience the real same thing as someone But for the first step, I think it is important to see 無限ですよね、もうどんなもの,あのいやすごくいい,のいいことをご回答いただけたかなと思ってるんですけど例えばこう時間軸憧れの偉人って、うん、時間軸を超えた、うん、えとインタラクションをしたいとか、うん、あとは好きな人の私生活の空間を覗き見するというか体験するかもしれないリライブかもしれないんですけれども、うんうん、それっておそらくなんですけれども 多分例えば前者は時間軸を越えなきゃいけないし後者は法的なプライバシーというラインを越えなきゃいけないと思うんですよ。でその時に多分なんですけれども現実空間のことを完璧にトレースした情報を提示することってできないと思うんですよ。多分プライバシーの問題もあるでしょうし昔本当にそんなこと言ったのかどうかってことがわからないと思うんですよ。うんでも 我々は多分やっぱりこう偶像を追っかけるものであると思うので、うん、どこかしらリアリティのラインを越えたらあこれって確かに本当かもしれないっていうふうに思う瞬間があると思うんですよ、うん、どうこうでこの VR ゴーグルをかけていることを忘れそうかなとかなんかそういったことに関してございますかねそう、<laughs> so, I thought it was a good idea and, and For like a famous person, if you want to look at the famous person, you have to go uh, back the time. But, uh, or you, uh, f so if you want to watch someone, look at someone's life, you also need to go back, uh, back to their life. So, but there's a privacy in it. So it is hard and it is hard for us to trace same thing as a real world. So what do you think that Something, some VR things may take uh, over the reality. And uh, where do you think the VR goggles will be forgotten? I <laughs> so when I'm focusing or concentrating, I forgot. I always forget to wear. Uh, wear not wear. But, uh, I forgot that I was wearing wearing the VR. <Google. S 2> あとはなんか何か体験するときは忘れなくてもいいのかなと思ってます。そのゴーグルに入ってるって分かってても、まあ、ここは現実じゃないよって分かってても楽しさ、現実では味わえない楽しさがあるなら、まあ、分かっててもいいのかなっていうのは感じます、ね。So I think I actually don't need to forget about the VRGOGO because、uh, if it makes you funny、uh, or interesting in the のです、ね。レーシングゲームやると体がこう倒れるのと同じような感覚なんですよね。わ、like uh, you かりました。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。か <Thank you. S 3> 本当、あれですよね。何があるべきかっていうのはみんなのアイディアとか想像力次第で無限にありますよね。Mm. Mm. So it has on people. it infinite idea depending on the an

うん、いろんな国が集まるからガチガチで法律に縛るとかではなくて私は、まあ、でも執では必要だと思うんですよ思いやりとか。なので今神社をを建てるプロジェクトを進めていますなんかこう思いやりとかなんか感謝の気持ちとかがあってこそなんか犯罪が横行してるような世界ではみんなそこでねいろんなことをしようと思えないので、まあ、かといって全部縛るのも違うなと 私は和の心みたいなものがすごく大事じゃないかなと、私の私が今できるメタバースにやるものとしてはそれを作っています。はい。So、I'm making a shrine right now. Uh, uh, we need a thankfulness and we don't need. It's hard to live in the criminal. So we, I think it.、Uh, we don't need that hard restrict. And that's、uh, some kind of Japanese feeling. Those things that you can do is art. はい、ありがとうございました。はい、ちょっと Discord からもね、いくつかクエスチョンが来ているので、so I we have several questions from Discord. So I pick up one of them. じゃあ、the first one、question from 織木高島さん。So I I'm going to talk in Japanese。あのトーありがとうございますと。 三次元ユーザーインターフェースの研究者の観点から言うとその空中でインタラクションする、まああの、文字書いたりとかするのってすごく疲れると思うんですけど、<ー>どうやってその疲れとか、まあ、ずっとこうやってるとこう物持ってやってると多分疲れるっていうのは結構研究者の間ではイシューなんですよね。そどうやって解決されてるんでしょうっていうご質問です。そう、あり、uh, a とう 3D u ま r あ s e a r c h い r s 私、結構疲れないかも。こ <laughs> <laughs> れはすごく幸運なことかもしれないんですけど、私は逆にさその三次元は疲れないかって聞かれることあるんですけど、こうやってずっと同じ角度。 のこのパソコンの方がすごくこのなんか負担がかかるように感じてる。So I t I actually don't get tired since I move around. So it's more hard for me to stay on the same angle.、うん、多分なんかクリエイトしているので、まあ我を忘れてるというか夢中になってるっていうのもあるんじゃないですかね、うん。多分そうだと思います。やっぱ楽しいって夢中で何時間もやっちゃって外した後に、うん、あれちょっと疲れてるなって。でその時は気づかない。後から気づく。うん so make、uh, creating something makes me、uh, concentrate and I get tired after I take o u t my g o g g r k あとは。ヘッドセットのなんかデバイス、まあ、まだどれも大きかったりしますけど。はいうん、重いです、ね。あの、でも、重さよりも、うん、なんていうんですか。この前と後ろにかかるバランス。によって、あ,<ー>あ、これちっちゃいタイプなのに、前にばっかり自信かかってて疲れるなとか、<laughs> うん、えっと。

リトニー・ジャパニーズ・アンド・イグリス・ソアイ・トーク・イン・ジャパニーズこんな表現手法や機能があれば VR アートはさらにすごくなるという要望があれば教えてください。そそそそうそううかそうかかいいいいいんでいてるんででですすに書てててるのまま答ええただね、えー そうだななんかこんなことがあったら楽しいなとかこんなことがあったらいいなは割と実験しだしてて、はいえー、今、まあ、ちょっとエンジニアと協力しながら実験してるのは、うん、ホロレンズの手のハンドトラッキングをしながら指でこうリアルの空間に描いていく。今はトラッカーを使ってるけど 手の形を認識ししてはい、はい、てハンンドトラッキングしていて so,、uh, Idea comes out, comes out from the experiments. So I'm now working with the engineer and use a whole lens and use a hand tracker to、uh, move something or finger gesture. Yeah, finger gesture. Yeah, finger gesture. Yeah, yeah, finger gesture. Too.、Okay. やっぱりその本来ならこうみ,んなこうててみんながかぶっていてみんながかっていて共有できていてもここにこう

ですこれをもっと現実的にできるようにしたい。あとそあそうですね。あのでもあの私が使用してた Google のティルトブラシっていうのをあのさっきのペイントソフトが今オープンソースになってるのでなんかアイディアがあったらもうぜひ自分のペイントアプリを作ってみてほしいなって思います。<laughs> So I'm using the toothbrush, but、uh, it was recently became an open source. So if you have any idea, please、uh, do the painting. あれオリジナルソフトではないんですね。そうなんです。Mm hmm. So it's not original software. そうあのソフトのサンプルとかはちょっと書かしてもらったりしてます。<a samples. S 3> はい。ありがとうございます。次、フロン剛志山本さん。<laughs> アイトウキンジャパニーズ、とても魅力的なデモとトークをありがとうございます。えー、VR のコンテンツを作成するというのはそこそこコストのかかるものだと思いますが、えー、作品を楽しむのではなく、より多くの人が作品を作れるようになるためには何かしらの活動はされていますでしょうか。私はいろんな人にこの世界の可能性を広げるためには。 なんかやり方を教えていくとかワークショップを開くっていうこととかやってるんですけど、mm hmm. 一番は自分が突き抜けることなのかなと感じています。

まあ、なので、まあ、いろんなところに行って教えたりとか、そういうこともしてるんだけど。自分自身が突き進んで、道を開拓していく。っていうことが。結構大事なのかなと感じています。うん、so I still go to somewhere and、I、do the workshop also, but、uh, it is better to I think it, it will be more better if I open those world by myself.。 ありがとうございます。OK, ケー、maybe this is a、uh, last question、uh,。あ、uh, uh,、from エルディアス、サルモン、あ、サルマン、あ、コエシャンディか。あ、じゃ I, I、I I I'm going to translate it to, into Japanese。あり、えっと、インスパイアされるようなプレゼンテーション、ありがとうございます。 あのこの、えー、っとデモンストレーションはあのお年寄りには特に、まあ、バーチャルリアリティを使ったデモンストレーションというのはすごくいい経験になると思います、うん、で実際に、まあ、プロジェクトをされていると思うんですけども、えー、っと休憩を取る前に、まあ、お年寄りに使うというのは結構ハードルが高いとことだと思うんですけども休憩を取るまでに、まあ、どれぐらいの時間、えー、っと使っていただいたんでしょうかというう,うあもうその時は1人10分ぐらいしかやってない。 So that, <laughs> at that time, we did one uh, 10 minute per person. Is there any reason for it? Um, like, it's So when I let them play first, it's very really important to not get, let them get tired or feel bad. なので、まあ、私はその短い体験にしたけど、おっしゃる通り休憩を入れていくとかはすごく大切だと思います。So I make it the short time, but it is also important to take breaks.VR 本当に、VR、ってお年寄り、おか体が不自由な人にとっては、すごく福音というか、うん、すごくいいことだっていう、論調をョてキとの、うん、ぜひね、うん、すごくそ,のそういう活動をぜひ続けていただければと思います。うん、いやそうですね。うん、so v r l d is r e a r y good because they are ああ、はい、でも、ボーディーズ。そう。いや、it is good to keep those activities going on。そう、まあ、さっき、あの、思い出したんですけど。私が教えたおばあちゃんで、結構楽しんでずっと、お魚の絵とか、書いてたり、なんか。途中から勝手に、こう、何書いてるでしょう、クイズとかを、始めてる人もいたんで。そう、で、あの、さっきの、だから、疲れるとかも、結構個人差があるのかなっていう気がしますね。おばあちゃんで、ずっとやれる人もいたりするわけだから。 So the elderly, one of the other three was uh, using the VR very funny and they wrote fish or they started the quids. So the tiredness will be depending on the people. Hi あの、So there's still a question maybe, but we are running out of time. ははいで関口さん、最後のパフォーマンスの方う、ご準備いただきたいと思います。じゃちちょょっっっっととととさんん準備お願いいいいししまますすすごく最後どななアートるるかたたた違ものを見せててだけうこでで楽みね待は大丈夫 お待ちください。めちゃくちゃかっこいい。うん、かっこいいですね、<laughs> 本当ね。It's very、really、cool.、うん、画面の方もあれですね、切り替えかな。うん、はい、何もない空間にして。あ画面。あ失礼しました。はいはいはい 見えますか見えます。私はね、ここのゴムをね、引きちぎって<ー>見えるようにして。<あ>えー、すごいです。素晴らしいあ、あ<れ>見えてる。このスライド閉じるのと。あ、スライド閉じても。てもあれはい、ちょっと待ってくださいね。終了。